お疲れ様です微妙ねまあなかなか戦略プラン考えてますねなんか以前も聞いたような気がしますし私もそうするだろうなという風な感じはありますただ私の場合はねビジネスを続けるというよりもだんだんこうねこう投資に絞っていくかなとで投資を人に教えることもなくなってくると思うんでいや本当になんか他者をなんかそう必要としないモデルにどん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 ね近づいてきてるかなってところですよね で、私が社会と関わるとしたらもう完全に近くの飲食店の常連とかね、それからお気に入りのホテルにもうたびたび泊まりに行くとか、そんな感じになるかなと。うん。だから優秀な消費者になりたいなってところありますね。で、えー、今回優秀な消費者じゃないんですけども、Google のね、ストレージサービスっていうのがあるんですよ。これ写真とかいろんなデータを保存しておく。 場所がにあるんですけども年間3800円で200ギガバイトまで使えるってやつが私99%もう目いっぱいになっちゃったんで今日ね2テラバイトを契約したんですよこれが年間1万3000なんですよね、まあ、年間1万3000だから10年で13万100年で130万100年でも全然そんなに負担はないなと思うんですけどもまあそれに入ったかなってとこですでいろんなねサービスも受けれるんですけどもそのあたりはよくわかりませんとりあえずは、まあ、写真撮りまくってるんでね 動画とか。それが、Google のストレージサービスに、あの、もう入らなくなっちゃったぐらいあるんですよ。本当に。すごいことになりましたね。私も生涯でこんなにたくさんね、写真を撮るようになると思わなかったですね。もうスマホのおかげですよ。それから、自分の家族がいるからかなと思いますね。うん。すごい量になりましたね。これを世界中の人がやってるわけですから、そのサーバーっていうのがね、世界中トータルどのぐらい必要なのかなと。 それこそ戦争なんてやってる場合じゃねえぞと思っちゃいますよね。人間が生きるためには食料とか水とかね、必要だと思います。土地も必要だと思います。バーチャルな空間にサーバーってのも必要になってきましたね。なんでしょうね、バーチャルもリアルの一部っていうことですかね。言ってらっしゃいたし。